はい、どうも皆さん、こんにちは、シアンです。まあ、今回はちょっと重い話になるかなと思うんですけども、はい、できるだけ明るく話します。まずですね、僕今、ペーパーマリオの動画を、まあ、ちょっと上げてると思うんですけども、まあ、最近は上がってないじゃないですか。ずっと森のところで止まってると思います。はい。いつまでさまよってんだって感じなんですけども、まあ、それについて、言わないといけないことがあります。ペーパーマリオの動画、打ち切らせていただきます。はい。僕のモチベがなくなったとか、面白くなくなったからとか、そういうわけじゃないです。一番やめた理由は、目が見えにくくなったっていうことですね。はい。僕、もともと生まれつき目がそんなに良くないんですよ。はい。視力もずっとあれで、もう授業中も席は前にしてもらうぐらい、まあ、そんなに見える目ではないんですよ。それで、なんか冬場になってから、急に見えにくくなり始めたんですよ、僕。はい。なんか、もともと目が弱いんで、冬場とかって乾燥するじゃないですか。ね、そういうので、ちょっと一気にドライアイになって、んでから、まあ、花粉とかも、まあ、ちょっとあるんですよ。それで、もう一気に視力が低下してですね、ちょっともう文字が読めなくなったんですよ、小さいのが。大きいのは読めるんですけど、ペーパーマリオのペンキーとか、キノピオとかが言ってる文字がもう見えなくて、もうちょっともう動画にならないんですよ。はい。それでですね、もうちょっとこれ以上はもうできないなっていうことになりまして、もう打ち切るざるを得ないという、はい、そういう感じですね、これは。ちょっと、ほんと悔しいです。自分の目に望遠鏡をつけたいぐらいです、今。はい。メガネとかでどうにかなるもんじゃないんですよ、僕の目。はい。なので、ちょっと冬場は基本的にそんなに見えないということで。まあでも、ニューアーマリオとか、マリオメーカーとかそういうのは、文字がないじゃないですか。で、普通に動いてるものとかは、見えるんですよ。文字が見えないんですよ。一つのものを的絞って見ようと思うと、なんかもう、ぼやけて見えないっていう。はい、大きいものは見えるんで、文字以外のゲームしか、ちょっと今後はできないです。はい、そこだけ、ちょっとお伝えしないといけないなと思います。まあ、ちょっと僕が視力悪いこととか、体のことに関しては、今まで黙ってきたんですけど、これ、はもう言わないといけないなと。まあ、僕、目以外も実はちょっと悪いんですけど、体は。まあ、それは、特に動画には支障ないので言いませんけど、目に関してはもう言うしかないので、言わせていただきました。はい。ということで、まあ、ちょっとテキストが読みにくくなったんで、ペーパーマリオの動画ができない、だから打ち切るというお話でした。まあ、ワールド1まででしたけど、ワールド1までの間、応援してくださった方、ありがとうございました。ワールド2以降は、他の実況者さんの動画をぜひご覧ください。申し訳ありません、本当に。またなんか新しいシリーズ考えるんで、よろしくお願いします。RPG はしばらくの間はできません。はい。それでは、さよならー。